出入国管理及び難民認定法。出入国管理及び難民認定法。出入国管理及び難民認定法。昭和26年政令第319号は、出入国管理制度、日本国への入国、帰国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や、手続き、在留資格制度、入国管理局の役割、 不法入国や不法在留に関する罰則等を並びに難民条約及び難民議定書に基づく難民認定制等を定めた日本の法令である。いわゆるポツダム命令の一つとしての代名で1951年昭和26年10月4日に交付、同年11月1日に施行されたポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基づく 外務省関係署命令の措置にする法律、昭和27年法律第126号第4条の規定により、日本国との平和条約発行日、1952年、昭和27年4月28日以降も、法律としての効力を有するとの存続措置が取られたため、法令番号は、政令のままであるが、法律の効力を有するものとして扱われており、 以後の一部改正もすべて法律により行われている。日本国の難民条約、難民議定書への加入に伴い1982年、昭和57年1月1日に題名が、現在のものに改められた。形式は政令だが効力は、法律同等、題名の末尾は、法ではあるが、法律ではない、など特殊な経緯を持つ。通常、法令においては、冒頭、 第一条などに目的、趣旨についての規定が置かれ、この中で法令自身を指す文体として、この法律、政令は、を目的とする、などと表記されるが、入管法についての当該部分は、出入国管理令の時代は、この政令はと、題名改正後は、出入国管理及び難民認定法は、との表記が用いられており、 名実ともに法律でなければ用いることができない。この法律はという表記をしないよう配慮がなされている。略称については、正式代名上出入国管理と難民認定が並列であること、また、難民に関する報道記事で、難民の合略する必然性がないことから報道等では、入管難民法とする例が、たが、 法令条文その他の公的文書において引用する場合は原則として入管法と表記される。実際の出入国管理行政は法務省入国管理局、入国者収容所及び地方入国管理局が所掌し、法務大臣、入国審査官、入国警備官などが遂行する。前身の法令、ポツダム命令として昭和24年政令。 第299号。同年8月10日、交付、即日施行、不法入国者等退去強制手続き令。昭和26年政令第33号。同年2月28日交付。一部は即日または、同年4月1日に施行されるも主要部分は結局、廃止まで未施行があったが、出入国管理令の施行に伴い廃止となった。難民条約。 難民議定書への加入に伴い、1982年1月1日から出入国管理令に難民認定関連手続きに関する条項が追加され、難民を称する者が条約、議定書上の難民に該当するかどうかの認定業務を法務省入国管理局が担当することとなった。合わせて、題名も出入国管理及び難民認定法に改められ、 法律の効力を持つポツダム命令という特殊な状態をそれまでの略称入管令、出管令からより実情に近い入管法、入管難民法という略称で表すことができるようになった。外国人が入国審査官から上陸許可を受ける場合、1990年5月31日までは付与される在留資格が 入管法の条項を示した記号により表示され、入管職員であれば即時にわかるが、一般にはわかりにくい方式であった。例、観光入国者の場合、当時の第4条第1項第4号が当者なので、4から1から4と表示が、翌6月1日に在留資格を再編した改正法が施行され、在留資格は第4条での羅列方式から別表での一覧方式となり、 かつ、その表示も、人文知識、国際業務、短期滞在、日本人の配偶者等などの具体名となり、上陸許可証員には日本語表記と伴いに、その英語訳が表示されるようになった。この改正により、定住者の在留資格が創設され、日経三世まで一部の例外の除く、就労可能な地位が与えられたが、これはバブル景気の人手不足を背景に、 外国人労働者の受け入れを望む日本の経済界の意向を自民党が組んだものであった。これにより、主にブラジル、ペルー等の中南米諸国から多く来日していた日系人の入国が容易になり、来日数が増加した。2002年に開催された FIFA 国際サッカー連盟主催 2002FIFA ワールドカップにおいて、 国外からのフーリガンの大量流入が懸念された。この対策として、2001年11月13日の改正でに、第5条第1項第5号の2、24条4号の3に、フーリガン条項が追加され、開幕3ヶ月前の2002年3月1日より、施行され、フーリガンの上陸拒否が可能となった。不法滞在の外国人に対する退去処分のうち、 過去に退去強制がないこと、出入国管理及び難民認定法以外の犯罪事実がないもの、帰国の意思を持って自ら出頭したことなど、いくつかの要件に該当するものに対して退去強制手続きによらない方法で出国させる制度を創設した。この制度は運用面で入国管理局がすでに実施していたものを追認したものである。 偽造パスポートなどにより入国したものは対象とならない。また出国命令制度を利用できるのは生涯で一人一回限りである。出国命令が認められると身柄を収容されないことや再入国禁止期間が一年間と短い特徴がある。難民に関する日本の諸制度にはいくつかの批判があった。その一つが日本の難民受け入れ人数が 他の主要国に比べて、著しく少なく、難民認定の基準が厳格すぎるのではないかというもの。今一つが、調査を行う、難民調査官は入国審査官の中から指定され、認定を行うのは、法務大臣、不認定への異議申しでの採決を行うのも、法務大臣と手続きの担当官庁が全て法務省という、閉鎖的な制度になっているというものである。 これらを改善するため、2005年5月16日に、難民審査参与員制度が新設された。これは、法務省に属さない在野の放送や、学識経験者の中から、法務大臣が任命するもので、難民の不認定処分への異議申し立てに際しては、難民を主張する、申し立て人などを新人したり、法務大臣がその異議申し立てに決定を下すに、際しても事前に意見を提出したりする。 こうして難民受け入れの可否にも第三者的検知に立った意見が反映されるようになった。2007年11月20日から外交特権を有する者、政府招待者、特別永住者、16歳未満の者以外の外国人は入国審査にあたって原則として指紋採取機により両手の人差し指の指紋採取、生体認証と顔写真の撮影。 JBIS が義務化された。一部に人権蹂躙の指摘もあったが、外国人の犯罪の増加や、入管事務の業界用語であるリピーター、退去強制者不正、再入国防止のため、実施に移された。また、日本国籍者に対しては、自ら希望して、指紋を事前登録した者のへので帰国手続きの簡素化、措置、自動化ゲートも導入された。従来の入管審査では、 対去強制となったものが合法的、あるいは非合法に氏名を変更して入国審査を受けたとき及び時刻で公務員への賄賂等により別名義のパスポートを発行させた場合などに従来の入管審査でその同一人生を見破るのは困難であった。合法的な氏名の変更による不正再入国の例としては生命判断や 宗教上の理由など正当と認められる理由があれば、比較的簡単に、氏名変更することを法令で認めている国家において、氏名の異なったパスポートを取得して別人になりすまして、再入国を試みることが挙げられる。2009年、平成21年の通常国会において、出入国管理及び難民認定法及び、日本国との平和条約に基づき、 日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律がか成立し同年7月15日に交付された。この改正法では在留カードの交付など新たな在留管理制度の導入をはじめとして特別永住者証明書の交付、研修、技能実習制度の見直し、在留資格、留学と修学の一本化、 入国者収容所等視察委員会の設置などが盛り込まれた。主な改正点は以下の通り、上記1と2に伴い、外国人登録制度は廃止された。また、同じく住民基本台帳法の改正により、1、中長期在留者、在留カード交付対象者、2、特別永住者、3、一時被後許可者または仮滞在許可者、4、出生による、 経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者に対して住民票が交付されることとなった。BR。この改正に基づき国籍地域別在留外国人数の統計方法が2012年末から変更になった。2014年平成26年の第186回国会において改正法案が成立し6月18日に 交付された。在留資格における主な改正点は4つ。そのうち3つは2015年、平成27年4月1日から施行されている。留学詐称だけは1月1日からである。これらについては列挙講述する。また1月1日から、法務大臣が指定する、クルーズ客船の外国人乗客を対象として、簡易な手続きで上陸を認める。 船舶観光上陸許可制度を設けている。将来的に政令で施行期日を定め、自動化ゲートを利用できる対象者の範囲を拡大して、上陸許可の承認を省略、特定登録者カードを証明に使えるようにする見通し。しかし一方で、これに基づく船舶観光上陸許可を用いて来日した外国人のクルーズ客らが日本への上陸後に、 相次いで失踪していることが2016年平成28年12月16日付の毎日新聞で報じらた。同年11月に不法残留の中国人らが兵庫県警察に逮捕されたことをきっかけにブローカーらの存在や入国管理の甘さなどが紛失したとみられ、これらの簡略化があだとなったとみられている。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。